お疲れ様です。ですね、今回ですね、何回も撮り直しをしておりますが、この動画だけはね、何回も動画をね失敗してるわけなんですけども、大変申し訳ございませんでした。で、今回ですね、まあデニムシャツ、そうデニムシャツをね、またね紹介していきたいと思っておりますので、こちらあるんですけどもね、確かね、リメイク、リメイクデニムシャツ、リメイクウエスタンデニムシャツですか、そういったものなんですけどもね、そういったものなんですけどもね、いきますよ。そしたらいきますよ、ハリウッドランチマーケットさん、ハリウッドランチマーケットさんのブルーブルー、ブルーブルーです。なんかインコちゃんがいたずらしてますね。ね、知ってるでしょ、インコちゃんね、デニムシャツをねいじってるでしょね。まあね、デニムシャツなんですけどもね、で、リメイクのハリウッドランチマーケットさんってね、ハリウッドランチマーケットさんは毎年ね、これ確かね、春あたりかな、春あたりにね、間違ってたらごめんなさいよ、春あたりにリメイクウエスタンデニムシャツっていう、リメイクっていうね、デニムシャツをね毎年出してるわけなんですよ。で、前になんかあの紹介したのは桑田佳祐さんが着てた、ものはワッペンがついてたでしょ、ここにワッペンがねついてたわけなんですよ。で、今回違いますよ。そうなんですよね。で、これはね、もうバシバシに使いました。バシバシに。ところどころ汚れてる箇所もございます。ところどころね、汚れてる箇所もございますよね。で、破れてる箇所もあるわけなんですよ。でね、手縫いで縫ってるような、そういったね、リメイクなわけなんですよ、これ。で、毎年ね、私ね、これがね、出るたびにね、お店の方にでも、もうね、仕事終わってからですよ。仕事終わってからもう、毎日、を通ってたわけなんですよ。仕事終わってからもね、だからすぐ情報が入ってくるわけなんですよ。次ひるまるさん、次新しいの出ますよっていうね、そういったことをね、期待感もございますし、その当時はネットがね、インターネットの状況がちょっとまだそこまでスマートフォンが なかった時ですよ。スマートフォンがねなかった時なんですけどね、もう好きで本当にね、もう毎年のように楽しんでたわけなんですよね。今思えば懐かしい思い出でもございますが、でね、桑田佳祐さんのワッペンがついたやつはね、着丈が長かったっていうことでですね、紹介したと思うんですけども、今回は着丈短いです。だから今になってね、私ベルトにインするじゃないですかね、インするでしょ。今になってみてね、サイズ、これサイズが S なんですけども、今になってみて M か L ぐらいが欲しかったかなーってね、今思えばね、今買うのであれば、そのこれのね、着丈がね、もうちょっと長く欲しかったのかなーということでですね、今使うのであればね、M か L ぐらいのサイズで、買っとけばよかったかなと思うんですけども、その当時若かりし頃、やっぱりもうチャラーンとね、タラーンと出してたわけなんですよ。もうこんな風にね、タラーンと出してたわけなんですよ。もう致し方ございません。現在はもうね、また新しく違うものを買えばいい話だけであってね、
でも今回はちょっと本当に懐かしいね、私が本当にバシバシに使ったもんなので、本当懐かしいんすよ、本当懐かしい。で値段がね、あのね、ワッペンのあるものは、まあ5万ぐらいするでしょ。でもこれはね、確かに3万円かね、3万ちょっとか 4万円あれば買えたモデルだったわけなんですよ。だからあの毎年毎年ね、値段のね差が違うかったわけなんですよ、まちまちでね。だからね、期待感あるじゃないですか、値段が高いほど、何を静かすのかなっていうぐらいね、何をやってくれるのかなっていうぐらいね、期待感持つじゃないですか。逆に値が低かったらちょっとどうなのかなっていうことも考えてるわけなんですよね。まあね、うん、だから今回はね、そのハリトランチマーケット、うん、もうリメイクのデニムシャツといたしましてね、紹介することに至ったわけなんですけどね、ほんとバシバシで使ってね、懐かしいな、懐かしいものが出てくる、次から次出てくるわけなんですけどもね、うん、でこうやってねポケットがついてたら、ここにね、ここにポケットですよ、ここにポケットがねついてたりとか、なんかね、やるかしが面白いんですよね、うん、で今更なんですけども、これタブね、タブも今確認したりもいたしますし、ハリウッドランチマーケットさんの中でも、まあ、ブルーブルーと言われるようなものはですね、うん、素晴らしい。その当時は私はもう本当にね、もうずっとね、買っておりましたので、その点だけはね、やっぱりね、うん、今思えばね、何だったんだろうなって思うぐらい、まあ、思い出の一つ部分といたしましてね、そういった意味合いでね、今もなおかつ持ってるということでですね、なんだろうな、私、まあまあその当時はまあ好きだったんでしょうけどもね、うん、ね、よく買ってたなって自分もね思い出すとね、うん、ハリウッドランチマーケットさんのね、お香もね、あのいろいろ買ってたんですけどね、うん、いろんなアイテムあるでしょ、ハリウッドランチマーケットさんのところでね、もうそれまた楽しい、もうとにかくね店が楽しいっていうことと、うん、でね、やっぱりねハリウッドランチマーケットっていうものはですね、結構ファッション好きでは必ず通る道でもございますでしょ。だってね、あの T シャツでも安いんですよ、うん、日本製でも、あれ日本製って言ってもいいのかな、ちょっと言いづらい部分もございますが、まあ日本製なんですよ、タグの表記はね、うん、まあ安かったんですよ、日本製で T シャツが5000円ぐらいだったわけなんですよ、うん、だからそれぐらい安かったわけなんですよ。まあ高いものもございますよ、こうやってリメイクとかね、3万とか5万とか、たかがデニムシャツで5万とか出す人なかなかまあいてないと思いますが、その当時ですよ、うん、まあ、それがもう流行ったわけなんですよね。今思うのは懐かしい、本当懐かしい、本当素敵、また店も行きたいんですけども、今ねここどうなのかな、雨村に一軒あんのかな、ちょっとね、あとはどっかの店の中に入ってんのかちょっとわからないですよ、取扱店舗といたしましてね、ちょっとね、また見に行きたいなという気持ちもございます、うん、今になってみてね、で今回は、まあ、紹介したんですけどもね、うん、リメイクウエスタンデニムシャツをね、まあ紹介に至ったわけで、実際着てみましょうか。もう10年以上もっとかな、ね、ここにブルーブルーって書いてるでしょ、もうインジ消えてるでしょ、インジ消えてるぐらいまで使いましたので、懐かしい。でね、いろんなところにねこうやって貼ってるでしょ、こうやってね、うん、リメイクだからこそリメイクって言うんですけどもね、うん、あ、いいですね、やっぱりね、冷房効いてるところにね、この1枚をさらっと着ることによってですよ、冷房効くところ寒いでしょ、
ものすごい寒いでしょ。そこにね、こうやってね、デニムシャツ1枚ちょっとね持って行ってね、着ることによってですよ、その時にね重宝するわけなんですよね。しれっといいでしょ、ピチーとして。でやっぱり着丈欲しかったんですよね。今やってね、もう今更で遅いですが、ね、いいでしょ、色合いがいいでしょ、この薄いブルーね、これがまたたまらないわけなんですよ。もうでボロボロ感が出てる、もう使用感が出てるような、味があるような感じで作られておりますので、だから使い勝手がいいわけなんですよ。さらっとね、さらっと着れるおしゃれ感覚ってやっぱりもうね、リメイクデニムウエスタンシャツだと思うわけなんですよね。だからハリウッドランチマーケット大好きだったわけなんですよ、特にリメイクものね、で話は長々と寝ましたが、今回はねハリウッドランチマーケットさんのデニムリメイクデニム、シャツですか、をご紹介することにいたしました。でまたですね、あのお時間ある限りはね、またね紹介していきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。それでは失礼いたします。ありがとうございました。